B-32、B-32 ドミネーターは第二次世界大戦時にアメリカ陸軍航空軍が使用した爆撃機。開発はコンソリデーテッド車。B-32 は4発のレシプロエンジンを持つ大型爆撃機である。エンジンは B-29 と同じライト R-3350 から23である。予圧装置の検討もあり。 胴体断面こそ円形をしているが、主翼は、高アスペクト比のテーパー圧磨さで、高翼配置、試作機、XB-32 の垂直尾翼は装備翼で、あるなど、実績のある B-24 の設計を踏襲している。垂直尾翼は試験の後に単尾翼に変更された。防御機銃として1 2 7ト、mm、ル連装機関銃が機首、機種、尾部、機体仮面3ヶ所。 機体上面2カ所の5カ所に装備された。B-32 は当初、B-29 が失敗した場合の保険として、意図されたものだった。開発の遅延と B-29 の開発成功により、大量生産はなされず115機の生産に終わった。1939年11月、ヨーロッパにおける第二次世界大戦の開始を受けて、アメリカ陸軍は、 超長,長距離爆撃機計画を開始した。これは2万ポンドの爆弾を搭載し、8 5 0 0トル以上の航続距離を持つ爆撃機の開発計画であった。1940年1月、航空メーカー各社に仕様が示され、コンソリデーテッド社はこれに応募した。1943年にバルティ社と合併して、コンソリデーテッドバルティ、通称コンベア社となる。 同社モデル33案は B-32 として採用された。この時に、ボーイング社の B-29, ロッキード社の B-30、ダグラス社の B-31 の各案も採用されていた。審査結果で第1位だった B-29 を本命として、第2位の B-30 がバックアップ機となるはずだったが、ロッキード社が開発を辞退し、 第3位の B-31 は搭載するエンジンを R-4360 に変更したため発に時間がかかるとして第4位の B-32 がバックアップ計画として1940年9月6日に試作機2機が発注された当初計画より6ヶ月遅れたものの初飛行は1942年9月7日に行われたこれは B-29 の1942年9月21日より2週間早い。初飛行以後は、試作初号機の墜落や、余圧装置の不良、垂直尾翼の回収などが重なり、開発は遅延した。1943年3月17日には、量産型 B-32 と、無武装練習機型 TB-32 合わせて300機の発注がなされ、 1944年には追加で1500機の発注がなされた。予圧装置が不良のため、予圧装置なしで量産を行うこととなり、1944年9月に量産初号機が完成したが、すでに B-29 が実戦配備されていたこと、予圧装置がないことにより高高度爆撃ができず、ほとんどの生産はキャンセルされることとなった。結局、生産されたのは、 試作機、XB-32 が3機、B-32 が75機、TB-32 が40機である。アメリカ陸軍は、1944年夏には B-17 と、B-24 を B-32 に置き換えたいと考えており、地中海に拠点を置く、B-24 爆撃集団を最初に移行させ、さらに拡大していこうとしたが、 B-32 のテストプログラムが予定より大幅に遅れたため、欧州戦線には一機も配備されることはなかった。1945年3月、太平洋戦線の第5空軍の司令官、ジョージ・ケニーは、彼が配備を望んでいた B-29 が優先順位の高い部隊に回されたので諦め、ワシントンに B-32 を求めに行った。 ケニーは参謀に B-32 を試験するように命じた。戦闘試験計画が立てられ、成功すれば太平洋方面のすべての B-24 と置き換える予定だった。3機の B-32 が第5空軍第312爆撃集団第386爆撃飛行隊に配備された。5月29日、B-32 は 最初の戦闘試験のためにフィリピンのルソン島へ移動した。最後の試験は台湾で6月25日に行われた。1945年7月、太平洋戦線の第386爆撃飛行隊は B-32 への移行を完了した。8月9日、長崎の爆撃に参加。日本が ボツダム宣言受諾した後の1945年8月17日、連合国占領下の沖縄の基地より B-32 が日本の降伏を確認するため、上空撮影の偵察に関東上空へ飛来したが、日本の対空砲と戦闘機による攻撃が行われた。18日、再び日本の戦闘機から攻撃を受けた。B-32 は、 沖縄に帰還することはできたが、17日に搭乗員2名が負傷、18日に写真撮影者のアントニー・マーチオン、アンソニー・ J ー・マー・アキオに陸軍三島軍曹1名が死亡した。これがアメリカ軍兵士の第二次世界大戦での最後の戦死者となった。戦後、暴走半島から伊豆諸島で攻撃を行ったものとして数名が名乗り出ており、 自然改めで出撃した小町忠や冷戦で出撃した堺三郎、大原良二がいる。すべて横須賀海軍航空隊所属。堺の証言によれば、自然改め3機、冷戦14機が攻撃を行ったという。停戦命令後の攻撃であるが、第二次世界大戦の最後の空戦の一つと評する者も,もいる。8月28日。 B-32 の任務は完了し、第386爆撃飛行隊は2日後に作戦終了を命じた。9月8日、B-32 プログラムの中止が行われ、10月12日に生産も中止した。工場の飛行機は廃棄所に直接飛行し、組み立て中のものも廃棄され、1949年夏に残りの B-32 も廃棄された。 B-32 の300機の発注のうち118機が納入され130機が飛行可能状態まで生産された170機がキャンセルされている1099機の B-32CF499 機の B-32CO も戦争終結後にキャンセルされた楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください